フラッシュがねちょっと見つからない。ちょっとこちらもね静かな様子なんですけれども、ところで最後にねもう興奮が止まらない中山きんに君ですけれども、おかわりパワートレーニング実際きんに君が考えてきてくださったということで、はい、では早速秋倉さんと一緒に実践していただきたいと思います。はい、こちらのご飯をまずは入れる前に少しだけこの線の部分まで開けます。はい、はい、ありがとうございます。特に皆さんフォトタイムではないんですけど一応撮っていただいて、はい、ありがとうございます。はい、フラッシュがねちょっと光らない。ここは大丈夫ということですかね。そうですね、はい、ちょっと映えなかったのかな。こちら、はい、先生まで引かせてもらって、あちょっとこちらもね静かな様子なんですけれども、はい、ね、ありがとうございます。一応やっぱりいろいろ撮っていただきたいので、はい、そうですね、はい、ご自由にお使いいただけたらと思います。こちらを入れさせていただきまして、閉じて、で今500ワットにセットしておりますので、はい、1分40秒にセットします。はい。あわ、あわ、あわ、あわ。日頃からね、パワーを使われていらっしゃるんですね。これ1分40秒なんですけども、はい、これ疑ってる方いらっしゃいますかね。本当に1分40秒なんですけど、はい、多分みんな信じてくださってる。大丈夫ですか、ね、はい。はい、さあ、それではもうスタートをしたら、はい、本当に出来上がりますので、そのうちの中でトレーニング、はい、2種目。できるだけね、全身を使った運動を行いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。いいですか？それでは、いきますよ。用意、スタート！さあ、まず最初はですね、腹筋と股関節を使う運動でございます。しっかりとね、おへその前で合わせて、ちょっと止める感じ。そうしますと、腹筋をしっかり意識することができます。これで運動をしてね、食べると、より美味しく食べることができますので、ここはきついですが、頑張りましょう、はい、体も温まったところで、ご飯も温まりました。あ、吉田さん、はい、それはうまいことを言われましたよね。ありがとうございます。台本通りでございました。あ、そうなんですね。今のパワーはちょっと忘れてたっていうのは誰にも言わないでいただきたいですね。わかりました。小笑いは起きたんで大丈夫だと思います。そうですね、はい、後でオンリーも取らせていただきますんで、はい、お気遣いありがとうございます。パワー、ありがとうございます、はい、そしてしゃもじでね、ご飯の方をよそわせていただきます。はい、よいしょ。ほんとホクホク、湯気が熱々で、すごくいい香りがしてきますよ、うん、炊きたての香りですね。吉田さん、これ今すぐ食べたいぐらいです。食べましょう。本当にこれで、じゃあちょっとご飯によそいました。皆さん、ありがとうございます。湯気が立っております。いいですね。さあ、このご飯ですけども、筋肉的にはどうやって召し上がるのがおすすめですか？実はですね、皆さんにもぜひやっていただきたいおすすめの食べ方がございます。あ、はい、どうぞどうぞ。いいですか？準備してください。さあ、それではいきますよ。いや、もうめちゃくちゃ美味しいです。うん、はい、吉田さん、おかわり。はい、
まず召し上がってから後で準備しますので気が早いですよ。あのおかわりって言ったらいいかなって思って、はい、そうです、すごいナイスコメントでした、ありがとうございます。さあではね、あのおかわりもありますし、吉田さん、はい、おかわり、はい、また後ほどお願いいたします。いかがですか菊田さん。本当に美味しいですね、普段から佐藤食品さんのあの佐藤のご飯いただいてるんですけど、僕の方が食べてます。私の方が食べてます。私も食べてますよ。僕の方が食べてます。あの見てる方向がね、ちょっとね、狙いを変え、食物繊維がこの 150g あたりで 5g も入ってるんですよ。僕はあのダイエットとかボディメイクの時の、あ、ちょっと箸が置いてあるので、ちょっと話します、はい、僕はいつもですね、ダイエットとかボディメイクされる方にお勧めしてるのは、もちろん、まあ、タンパク質を取りましょうとか、ビタミンミネラルとかバランスよくなんですけども、うん、皆さんが結構忘れがちなのが、食物繊維をしっかり取っているかっていうことなんですよ、はい、でスーパー大麦とかもそうなんですけども、食物繊維も水溶性と不溶性の2種類ありまして、うん、特にこの水溶性食物繊維というのがダイエットにもすごい有効で、なるほど、消化吸収をゆっくりしてくれて血糖値を急激に上げないとか、うん、そういった効果もありますので、そういうのが豊富に含まれている、しかも穀物で取れるっていうところが最高っていうことを皆さんに伝えたいですね、うん、いや本当に、はい、初めて、はい、もういいこと言いましたね吉田さん。さっきのおかわりのところはじゃあカウントされてないってことかな。そうですね、ちょっと、はい、カウントしてなかったです。もう一回行こうかな、じゃあおかわり。おいしさのコメントいただきましたけれども、スーパーおむいご飯は佐藤のご飯ボディメイクアンバサダーである秋倉さん、そして中山筋肉のお墨付きということでよろしいですか。もちろんでございます、はい、もちろんです。これぜひ皆さんおすすめでございますので、はい、もうこれあれですよね、普段パワーですけども、やっぱりスーパー大麦ご飯なのでパワーどころじゃないですよね。そうです、僕はもうこれを食べた時に僕のいつもやってるパワーが生まれ変わったっていうのはもう実感しております、はい、で周りの人からも、はい、あ、いつものパワーと違う、もしかして何かあったって、あの言われました。はい、どんな風になったんですか。いいですか、これを食べたら、今までだったらパワーですよね、はい、スーパーおむぎご飯を食べたらどうなるか、皆さんいきますよ、うんうん、スーパーパワー、かなりレベルアップいたしました、ありがとうございます。さあというおかわり、後ほどお渡ししますね。お二人にスーパーおむぎご飯、はい、楽屋に持っていきます。お二人スーパーおむぎご飯の魅力語っていただいたところで、最後に、ね、もう興奮が止まらない中山きんに君ですけれども、おかわりパワー、お二人から一言ずつメッセージお願いいたします。では秋倉さんお願いします。はい、スーパーおむぎご飯本当に美味しくて、こうやって侵入させていただいてとても嬉しいです。しかもあのこんな素敵な中山きんに君さんと、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、はい、いよいよ、はい、中山きんに君からのコメントです。はい、さっきあんなに元気だったのに、こういうコメントをするときはあうってなるんだろうか。いや、ですね、本当にあの先ほども言わせていただきましたように、 150g ちょっと食べる、小分けされてるっていうのもおすすめなんですよ。ご飯ね、大きく炊いて食べた時にもうちょっと食べたいな、おかわりしたいってなるんですけども、このパッケージに入って小分けされてるんで、食べ過ぎることもよ、あの抑えることができるし、本当にさっきも言いましたように、食物繊維がこんなにしっかり取れる、こういった体にいいものを食べて、食べながらダイエット、ボディメイクはやっていただきたいと思いますので、おすすめでございます、はい、スーパー大麦ご飯、食べるのか食べないのか、はい、どっちなんでしょうか。いや、もう本当に食べる、こっちの、あれだ、吉田さん、ちょっとアドリブやめてくださいどうしても聞きたくて、ギャグするときはなんかこう合図してもらわないと、じゃあもう一回言ってもらっていいですか。今のはなしにしといてください、はいはい、スーパー大麦ご飯、食べるのか食べないのかどっちなんでしょうか。はい、俺の筋肉、さあ言われてますよ、食べるのかい食べないのかい、どっちなんだい。食べる、パワー。